はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかということで。相変わらずですね、ちょっと声がね、ちょっと調子が悪いんですけども、喉の方がですね、昨日、一昨日とですね、風邪で、まあ、寝込んでおりました。まあ、寝込むってもそこまでね、熱はなかったんですけども、ちょっと咳がね、ちょっとひどくて、ちょっと配信できそうにないなということでね、もう家でゴロゴロしてようということで、まあゴロゴロしてたんですけども、うん、ここね、数年っていうか、ここ、うん、そうですね、もう息子、妻、僕の順番でですね、こう、風邪というかですね、まあ感染症と言いますか、まあそれがまあ伝播していくのがね、まあ大体ここ数年のパターンだなって思ってるんですけども、まあ以前ね、まあ私の配信でですね、まあ病気というものは、まあ病原体が悪さをするわけじゃなく、病原体仮説ではなく、宿主の健康状態によるよっていうね、まあ宿主仮説という、まあ二つがあってですね、まあ、病原体自体はもう悪くないんだと。それを伝播するのはするんだけど、それが発症するかどうかっていうのは、その宿主の環境状態によるよ、まあ、その免疫状態によるよみたいなね、話をしたと思うんですけども、なので、まあ、同じね、空間に住んでてね、まあ、ウイルスとかね、まあそういった細菌とか伝播すると思いますよ。で、そこでね、健康状態によるので、まあね、その伝播するんだけど、発症するかしないかはね、自分の健康状態によるんだけども、まあこの夏ね、ちょっとね、詰め込みすぎましたね。うん、ちょっとね、遊びすぎたなっていうね、バカンスってかね、この夏、この8月にね、もう3回キャンプ行ってんすよ、僕。もう空もうね、リズム狂うよねっていうね。もうほんまに詰め込みすぎたなっていうね。で、暑い中ね、庭の草むしりしたりとか、で、暑いなって思って、なんか外でちょっと水浴びしてみたりとかね。もう本当にティーンエイジャーみたいなね、夏の過ごし方をしてたんですよ、僕。まあ、空ね、伝播して発症するなと思ってね。もうやっぱりね、もう年なんやから、もうティーンエイジャーみたいな夏はね、過ごしたらあがんなっていう風にね、すごい反省してます。もう、風邪なったからもうね、遅いんやけどね。はい。でね、まあ昨日ゴロゴロ、まあね、その、しんどいなと思いながらね、まあさ、甲子園の決勝やから、まあ見ようかと思ってね、まあ見てたんですけども、慶応高校対、仙台育英。仙台育英は勝てば、ね、連覇。で、慶応は107年ぶりですか？もう半、一世紀ぶりの優勝ということでですね、まあ、すごい注目された対決だったと思うんですけど、慶応のね、これ皆さんも賛否両論ね、SNS であるらしいですけど、慶応のね、応援ね、うるさない。うるさすぎへん。もうあれね、品ないよね。もうほんまに、慶応の奴らの品のなさ。ほんまに、これはもう、アルプススタンド見てましたけど、あれ多分全校生徒来てますね。の制服のやつ人多かったんで、まあ、それはね、富裕層の集まりですから、もうそんなもん、ね、平日のあの時間に来れる、このなんていうの？生活の豊かさと余裕さを感じましたね。慶応高校の。でも全員慶応高校応援してませんでした？なんかね、もう、仙台育英のね、あれ何回かな、5点入られた時の、センターフライで、センターとレフトがぶつかったんですけど、声が届かないぐらい。でね、もうマナーが悪い。攻撃中にね、応援するのはまだしも、守備の時もにね、声出したらあんまあかんのっすよ。アウト取ってね、三振取ってね、うわーって喜ぶったりとか、それをね、攻撃側が上回るぐらいの声出したらあかんですよ、暗黙の了解で。でも、阪神ファンとか、うわーとか言うてますけど、で、高校野球なんやから、もうその辺のマナーはちゃんと守ってほしかったなって、もうすごいね、思うんすよね。本当に品悪かったっすよね。でね、慶応のね、基本的にさ、その、なんていうんですか、政治家とか、財界人とか、社長とか、なんか、生きがっているジャーナリストとか、大体慶応卒じゃないですか。で、なんか、ほんまに嫌な集団、みたいなね。本当に、体調も悪かったら、口悪くなってしまいましたね、ちょっとね。これも本当にもう、延長するような感じでいうこと言ってるかもしれないけど、本当、品ない悪かったっすよね。あとね、まあ、慶応のね、球児たちはすごい、はつらつとしてね。清原和博さんのね、息子さんも出ておりましたし、うん、非常にハツラツとしてね。
で、まあ、練習も2時間しかやってないし、で、脱坊主っていうことでね、まあ、自由な感じでエンジョイ野球をね、その、モットーにやってるってことで、監督の先生が、小学校のね、先生なんですよね。うん。なんですけど、その、もうみんな爽やかでキラキライケメンばっかりで、この子ら富裕層なんやろうなってすごいそういう目で僕見てました。もう何不自由なく生きてきたんやなみたいな。まあそれはね、練習とかで苦労はしてるかもしんないけど、慶応に入れてる時点で、まあまあ、そのなんていうかな、一般庶民とやっぱかけ離れてますよね。なんかそういうね、まあ、ええもん食べてんのやろな、この子らっていう、そういうがね、もう画面通じて滲み出てきましたね。まあね、まあ、仙台育英もね、私立だしね、まあ、その、もう高校野球もね、もう日本の社会の縮図じゃないけど、もう格差社会になったな、みたいなね、もう本当に格差野球になりましたね、という感じでね、いうふうに思いましたね。まあ、本当にね、慶応高校はね、107年ぶりということで、本当におめでとうございますということでね。まあみんな何不自由なく慶応大学に行くんでしょうね。ということでね。まあこの辺に、しまして、もうかなり前置き長くなったけど。私がね、ちょっとね、この寝込んでる間にね、ビッグニュースが舞い込んできましたよ。まあずっと前々から言ってましたけど。24日の今日の、13時から、福島原発の原発の処理水を海洋、放出すると、いうビッグニュースというかね、まあ、それ、まあ、ほんまにあったんやっていうことなんですけど、で、まあ、その政府からね、出されている情報っていうのはね、その、まあ、トリチウムとか、そういったものが除去されて、まあ、薄めてる、希釈してるから、何ら問題はないよっていうふうに、まあ、言ってるんですけども、まあ、このコロナのことも、まあ、コロナウイルスとかね、コロナワクチンのこととか、厚生労働省の黒塗りのね、あれとか、赤木ファイルの財務省のこととかね、国から出すデータって信じられないじゃないですか。ね。だから、まあ、ほんまにそうなんかなっていうのはすごいね、疑問に思うんだけども、まあ、トリチウムはまあね、三重水素とか言われるぐらい、まあね、このね、その処理水とかこういう原発の放射性物質とか、まあまあまあ専門外なので、まあ科学的なことも言うんですけども、まあ、めちゃくちゃちょっと調べたわけじゃないので、ちょっと感情的な部分がね、感情論的な部分がちょっと入ってしまうのはちょっとね、申し訳ないんですけども、まあ、トリチウムばかりね、ちょっとピックアップされてるんだけど、210種類ぐらいね、各種がいろいろあるわけですよ。いろんなね、ウランとか、いろんな、様々な各種がね、いろいろ含まれてるわけなんですよ。ストロンチウムとかね、セシウムとか、まあ、ヨウ素とかね、いろいろ入ってるわけなんですよ。まあ、210種ぐらいあるというふうに言われております。その、汚染水の中にね、処理水の中にね。うん。で、その中の、まあ、国会答弁聞いてもらったらいいと思うんですけど、まあ、トリチウムとか、そういったその主要なやつは、その薄めたりとかやって、まあ、分析はしてるんだけど、その他の、もう100種以上のものっていうものは、どんなものか分析もしていないし、わからない。で、それがどういった状況、影響が受けるのかっていうのを、把握してないらしいんですよ。これ国会答弁で言ってたんですけど。だから、どうなるかわからないものが入ってるものを、みんなが、その海って一つなぎじゃないですか。他の国も共有してるから、そこに流す、その論理がようわからんな、みたいなね。科学的に根拠もあるって大丈夫だから、もう本当にね、科学の看板をね、無理やりね、この、なんていうのかな。科学という、の、なんか、お前らがやってるのは偽科学なんだけど、もうこの科学っていう看板を振りかざして大丈夫だよみたいなね。この科学のなんか安売りみたいなことをされてるわけですよ。で、それで大丈夫だからってはね、大丈夫じゃないかもしんないじゃないですか。もう正直ね、科学っていうのは未来を予測できないので、これが本当に危ないとか危なくないかっていうのは今の段階で言えないんですよね。だからそこがうまいことがやられたなと思うんですけど、データが蓄積して、で、来て、初めて危なかったですね。危なかった、ね、大丈夫ですとか言えるので、もうわかんないですよね、正直。で、わかんないものもあるし、他のね、その研究機関も IAEA はお墨付きつけて大丈夫ですって言ってるんですけど、IAEA ってどっちかって言ったら原発推進派なので、まあ、この 福島の事故があって、まあ、処理流しても OK だよっていうことをお墨付きで、自分たちが言えばですね、どんどん原発推進できますよね。なので、まあ、その原発推進派の組織とか、その科学研究機関に聞いても意味なくて、他の研究機関は、いや、その危ないよ。まだわからないし、他の博士もいっぱいあるから、
まあ、安全とか言い切れないよ、流したらあかんねん、みたいなね、ことになってるわけですよ。で、まあ、中国、韓国もね、まあ、近いですから、日本から取ってみればね。で、海流で、まあ、流れてくるし、海産物も輸入しますから、ね、で、それどうやって広がるかわかんないし、まあ、生物濃縮のね、影響もあるし、プランクトンが食べて、それをプランクトン、魚を食べて、濃縮どんどんさせていって、人間が食べたら、どういった影響が出るかどうかっていうのは、まだわかってないし、わからないし、それ本当に起こるかもしれないし、このリスクを踏まえた上でね、まあ、輸入禁止にしたわけですよ。で、韓国、あ、じゃあ中国か、中国のその外交官が言ってたんですけど、問題がないのであれば、いや、飲めばええんちゃうみたいなね。飲料水にすればいいと思うし、農業用水にすればいいし、川に流せばいいのに、で、わざわざ、どうなるかわからないし、一つなぎになってる海に流すのちょっとどうなみたいな。論理的にちょっと大丈夫なんですかみたいなっていうふうに言ってたんですけど、これまさにその通りで、問題なければ飲めばいいと思うんですよね。わざわざそんな他の国に被害が出るような、よくわからない海に流す方の方がやばいと思うんですよ。そもそもやばいと思ってるからこそ海に流すんちゃうみたいなね。で、空気中に蒸発させることもできるんだけど、そうするといろんな成分が他にもいっぱい含まれてるのがバレるらしいので、蒸発で放出するのもやっぱりやめてるらしいんですね。うん、なので、本当に、まさにその通りだなと思って、なんかやましいことがあるから海に流すんちゃうみたいなね。そういう風に捉えてもおかしくないよね、みたいなね。うん。でね、麻生太郎副総裁もね、言っておりましたよ。原発の汚染処理水は、もう飲めるぐらい危険なんじゃないかってね。これね、2年ぐらい前に言ってるんですよ。でも彼はまだ飲んでないんですよ。うん。ここはね、ぜひね、もう得意の、もうアピールでやってほしいですよね。なんか、かいわれ大根食べたりとかさ、もうなんか、ようわからん、アピールしてたでしょ？もう原発処理水大丈夫やったら別にね、政治家が身をもって飲めばいいと思うんですよね。そういうのもやんないですからね。でもその麻生総理もね、麻生副総理か、副総裁か、政界を引退しますみたいな感じで、ね、もう、あとは後釜は息子にね、長男かなんかにね、任せるらしいんですけどもね。あと2回幹事長がね、ここに来て辞めるみたいですけども、もうほんまにね、責任から逃げるなみたいなね、この卑怯者みたいなね、もう炭治郎に言われるよっていうぐらいね、もうあとはもうそんな後は知らんわみたいな感じで、去っていくわけですけども、まあね、この原発処理水ね、まあもうちょっとね、まあ、トリチウムのこととか、いろんなことが分かってき次第ね、またもうちょっと詳しい、お話としたいかなと思うんですけども、なんか、ね、なんかこの腑に落ちないな、みたいなことが、やっぱり本当に日本多くて、まあ本当にこの世界からね、まあ孤立していくような感じがして、なんかよく分からない状態になってるんですけども、まあ皆さんどう思いますかね、ということで、ちょっとね、かなりちょっと、まあ病み上がりで、体調も悪ければ、ちょっと口も悪くなってしまったんですけども、ちょっと炎上系の話題ですけども、皆さんはどう思うでしょうかということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさよなら。バイバイ。